はい。フリレーレイトに使われて過ごせる日までです。100年前のスペイン風邪でもマスク推奨。マスク未着用者は電車に乗れなかったということでやっていきたいと思います。はい。ということでですね。まあ、あのスペイン風邪という名前は聞いたことがある方も多いと思うんですけれども、まあ、スペイン風邪っていうのは、えー、今の A 型インフルエンザと呼ばれるもので、 えー、1918年から1921年までですね約3年間っていうのがこのスペイン風邪が流行していた時期と言われていますはいでですね、えー、このスペイン風邪の時も実は今でいう自粛であったりとか マスクをつけろということっていうのは行われていたというところね、ちょっとまず説明していきたいかなと思います。で、えー、今でいうところのマスク消毒に該当するところっていうのがですね、えー、スペインかの時も実はマスクって品薄になっていて、第2波ですね、えー 第2波の時にマスクの着用をスローガンに掲げてマスク着用してる写真というのは多く存在しています。またそれと同時に手洗いうがいの徹底というのが、えー、なされていたんですね。でまあ,あの今からするとえって思うことかもしれませんけれども家具の天日干しとかっていうのも行われていた。 また、えー、感染者のいた場所っていうのを消毒したっていう、えー、記録も残っているんですね。えー、例えば、えーと、船。船の中に多くの感染者がいて、それが入港したところで、えー、港に入ったところですね。港に入ったところで、その船を全体的に消毒したなんていう記録も残っています。では今でいうマスクとか消毒とか言われるところですね。なので、あのその頃も、えー、マスクはつけていたっていうことですよね。 まあ、あの、ググっていただければね、えー、スペイン化でマスクとかで調べていただければ、その,そのマスクをつけている人がいっぱい写ってる写真であったりとか、えー、あとは、あの、その当時マスクをつけろっていう推奨をしていたポスターであったりとか、で出てくるので、ね、ぜひ見ていただければと思います。で、今でいうところの自粛と言われるものですね。まあ、緊急事態宣言とか、自粛とか、そういうところに伴う、あえっ、ー、と、該当するものも実は当時あったんですよね。観光庁や、 銀行、商店、交通機関が業務停止や臨時休業になっていたりとか、集会が中止、あ、禁止ですね。中止じゃないですね。集会が禁止されていたりとか、マスク未着用者が映画館とか、えー、劇場への入場制限されて、要は入れないということですね。で、運動会などをイベントの延期。 電車などの交通機関でマスク未着用者を乗車拒否してもいいよという通達が出ていたという地域もあったようです。まあ、これを見ていただくと、あ,あ今と一緒だよねっていうふうに思った方も多いんじゃないかなというふうに思います。でですね、まあ,あ、そこまで、ここまでとりあえず、スペイン風邪の時どういうふうな対策をしていたのかっていう話をさせていただいたんですけれども、スペイン風邪の時も、 ここではわかる通り、まあ、調べていただければね、あのー、マスクつけてる姿出てきますよ。今と同じようにみんなマスクをつけていたんですよね。で、2019年思い出してほしいんですよね。つけてましたからね。っていう。みんなつけてましたって。少なくとも僕は、その、風邪ひいてる時とかね、は、まあ、接客業やってた時期もあったので、まあ、2019年は接客業やってなかったので、つけてなかったかな。 まあ、一年間で一回二回つけたかなぐらいですけども、接客かやってる時は、その、風邪ひいてるとかね、どうしても出なきゃいけないっていう時はマスクをつけていましたでも、でもですよ、多くの人はつけてなかったですよね、皆さんね。皆さん、それっていうのはもう、あの、スペイン風邪の時はね、まあ、皆さん生きてないと思うので、多くの方は生きてないと思いますので、特にね、ここに放送を聞いていて、その、スペイン風邪の、 1918年から1921年に、えー、生きていて、えー、当時の記憶がしっかり残っているっていう人は多分いないと思うんですね。まあ、あのー、今生きてる人だとね、もうあのー、当時10歳とかっていう人がもうギリギリいるかどうかぐらいですかね。だと思いますので、でまあそういう方はね、多分ここのチャンネルを見たりとかっていうことはないと思いますので、まあ、おそらくね、このスペインカードを知ってる人ってはいないと思うんですけども、でも、 2019年、2018年、2017年、2016年、2015年。っていうのは、えー、ここの、この今僕の声を聞いている方の多くの方が、まあ知ってる光景ですよね。どうですかつけてましたか花粉症とかでつけてる人確かにいましたよね。で、鉄極業の人とかだと、まあつけてる人もまあいたか。厨房とかだとまあ結構みんなつけてたかな。という感じだと思うんですよね。 まあ、あのお弁当を作る人とかってね、まあ、マスクつけて、給食作る人ってマスクつけて作ってたなあっていうのは、僕も小学校の時とか見てたら、そういえばつけてたよねっていうような、そのぐらいの印象じゃないでしょうか。で、スペイン風の時マスクつけてたんですよね、みんな。でも、2019年振り返ると、そんなみんなつけてないよねっていう話で。 まあ3年程度でスペイン風邪っていうのは収束して、結果として今で言うところの自粛や新生活様式的なやマスクをつけましょうとかね。まあ手洗いゆがいは残ったのかな。でもまあ多分ね、そのスペイン風邪の時にみんながしていたほど手洗いゆがいってみんなずっとするみたいなことにはなってなかったと思うんですけれども。うん。要は今で言う自粛とか新生活様式と言われるようなもの。当時のスペイン風邪の時は多分マスクをつけるとかね。 家具を天日干しするとかね。そういう申請活用式あったわけですよ。マスクつける、手洗い、うがいの徹底、天日干し。天日干しって、<laughs> あの、今は多分、そういうことをしている人ってはいないとは思いますけれども。うん。まあ確かにね、あの、日光でそのコロナウイルスが、あの、の消滅が早くなるっていう研究とかもあるので、まああの、ね。 一応効果は多まあでもしないよね家具の電費干しって今ではっていううん、まあ、多分家具に消毒液バシャバシャかけてるっていうのもあんまり効かないので、まあ、家具に対してそういうことをやってるっていうのは今は多分ないんじゃないのかなっていうまあそういう人もいるかもしれないですけどね、まあ、お店とかだとねあの棚をアルコールで拭くとかっていうのはやってる店もあるようですけれどもうん、まあ、やってる店はあるっていうかやってる店が結構あるのかなうん とというところですけどね。で、これねあの僕国民主権党の平塚正幸さんに党を抜ける前にここちょっとぶつけてみたんですよねここまで詳しく説明してなかったと思うんですけれどもスペイン風邪の時も同じようにみんなマスクつけてたよねっていう話っていうところをして、まあ、あの平塚さんの見解も聞いたんですよねそれもちょっと話していきたいと思うんですけれどもでスペイン風邪とそのコロナっていうのはまずねその 平塚さんの言うところをあの検証するにはやらなきゃいけない。どう違うのかっていうところを、ね、やっていかないといけないんですよね。で、えー、スペイン風邪っていうのはトータルですね。まあ、この3年間で、えー、どのくらいの死者が出たのかっていうと、患者数が約2300万人、多いですね。当時人口がね、今の半分以下だったと思うんですよね。で、えー、死者数が38万人、大きいですね。で、 えー、これ最初の1年間どのぐらいの方が感染されてどのくらいの方が亡くなったのかっていうと、えー、患者数が2100万人死者数が25万人っていうのがこの最初の1年で亡くなった方と最初の1年で感染された方なんですねで、えー、まああのトータルで38万人っていうふうに言ってるんですけれども 当時別の病気とされて実はスペイン風邪だったのではないかと推計されるものっていうのを足すと死者は約45万人とも言われています。で、まあ、新型コロナウイルスってどうなのっていうと新型コロナウイルス1月1月の6日に日本に入ってきたんですねあの入ってきたとされてるんですね。 もしかしたらその前に入ってきてるかもしれないですけども、まあ、第1号と言われているのが、中国から帰ってきた方が、えー、まあ、ちょっと発熱あったけど、日本に戻ってきて、検査をしたら、1月6日かな ?6 日に帰ってきて、ちょっと、いつ検査したのかちょっと忘れちゃいましたけども、検査をしたら、まあ、あ陽性だったという方が、日本、まあ、一応第1号と言われている人ですよね。うん でそこから、要は1月から8月までで、大体どのぐらいの人が感染して、どのぐらいの方が亡くなっているのかっていうと、えー、患者数約7万人、死者数1300人。これ全然違うでしょってあの平塚さん言われてたんですね。まあ、確かにねあの、もう数字を見るからに違う。もうこれはもうあの数字ですからね。統計上の数字なので、まあ、あの、比べればまあ全然違うよねっていうのは、あの、ね、あの、 数字が算数が分かる方というか小学生ぐらいであればもう分かると思うんですけれどもただねこれねあの今と当時の衛生環境で違うので一概には比較できないという部分はあるんですけれどもまあそれを勘案してもまあちょっと少ないよねっていうところではあると思うんですねだからこれだから違うでしょうって状況が違うでしょうっていうのを平塚さんは言われてましただからその奴隷の象徴であるとかね そういう話をされてたん。ですね、うん、<laughs> ただねその、もしかしたら本当にマスクっていうのはあの、このコロナが収まってもずっとつけ続けるかもしれない。それっていうのは、まあ、あのね、僕は別に予言者ではないので、弓矢が入れるわけじゃないので、そこは分からないんです、正直ね。でも事実として スペイン風邪の時っていうのは、まあ半年くらいで、この当時の新生活様式ですよね。要は自粛ですよね。っていうのはまあ収まって、マスクとかも、まあ皆さん知っての通り、子供の頃からマスクってそんなにね、つけてないですよね。そんなみんながマスクつけてるなんていう状況にはあんまなってないですよね。うん。っていうところなんですよね。で、ちょっとまあここ自粛のところで書き忘れてるんですけれども、まああの、学校の休校とかも結構行われてた。あっちこっちで。 まずいと。学校を止めなきゃいけないと。いうことは行われていた。ということもあった。というところなんですね。はい。というところで、まあ、何が言いたいんだというところを話していくと、いわスペイン風邪の時は3年で収まってますと。コロナもそのぐらいで収まるんではないかという意見もある。もちろん、まあ、国民主権党の平塚さんみたいに、あの、 その後もずっとこの新生活様式っていうのは残るんだという人もいる。そこっていうのはね、まあ、あの、僕のこの今話させてもらったスペインか動の時の話であったりとか、まあ、いわゆる専門家と言われるような人たちの話。で、えー、平塚さんの話。いろんな人のね、話を聞いてほしいんですね。どこか一つだけお話を聞いて、それを信じる。 でははななくて、てていいいいろいろ調べほしいかなと僕は思っています。もしかしたら終わるかもしれないしもしかしたら終わらないかもしれないしところっていうのはねまああの正直わからないんですよでも過去のこの状況っていうのもある同じような状況っていうのがあって同じようにみんなマスクつけてただって今電車乗車拒否って多分ないですよねで銀行が業務停止とか臨時休業っていうのは 多分なかったですよね。もしかしたら、あの、もしかしたら、その、店舗、店舗でね、あったりとかあったかもしれないけれども、大規模な、その、業務停止、臨時休業っていうのは、僕の知る限りないと思います。銀行ね。で、公共交通機関がそれで止まったとかっていうのも、僕も聞いてないかなというふうに思ってます。はい、思います。はい。多分、多分ないと思いますよ。今ね。でも、当時はあったわけですよね。もしかしたら、今よりもひどい、 といいいうかか今よりも強い自粛が引かれていた可能性もあるちょっと100年前のことなのでねちょっと僕今からタイムスリップして見ていきますってわけにいかないのでちょっとね、あのー、当時の新聞とかね当時のことを振り返っているものとかそういうものを見て、えー、推察するしかないので何とも言えないところではありますただでもまあ見ていくた感じこんな感じですよというところもあるのでまああのー、ねどうなるかわからんよねっていうところなんですよね結論ね <laughs> うん この話はね、ちょっとあの、もうちょっと簡略化して平塚さんに言ったんですけれども、まああの、この数字の部分で、まああの、<laughs> 従来の平塚さんのその、マスクはいらないとかね、ソーシャルディスタンスは不要とかっていう話をされていました。これをどういうふうに取るのかっていうのは、まあ皆さん次第だと思いますし、僕はね、僕個人の意見としては、その、つけたい人はまつければいいし、つけたくない人というか、その、なんだろう、場所場所に合わせてね、つけたくない。つける。 要はあの、つけなきゃ入れない場所にね、マスクをつけずに入っていくとまずいわけですよねあの。つけてくださいって言っている一般企業のところにつけずに入っていくってなると、それはまあ場合によっては不法侵入とかになってしまうので、住居侵入とかになっちゃうのでね、それはまずいと思いますし、そのなんだろう、熱中症に、ね、なるくらい暑いところ、外にいるのに、マスクをつけっぱなしにして、熱中症になって救急車で運ばれたってのは車輪にならないから、それは取るべきだと思うし。 その場所その場所に合わせたその TPO に合わせたっていうねえ状況っていうのでもいいんじゃないかと思うしもうどうしてもつけたくないんだっていうんだったらそのどうしてもつけなきゃいけない場所っていうのは避けて暮らしていくっていう選択肢もあるしそこっていうのはねその各企業であったり各個人であったりっていうのの自由だと僕は思っていますマスクをつけるメリットデメリットという部分っていうのをしっかりと考えて皆さんが まあ自由にっていう言い方をするとね、あの、おいっていう人もいるかもしれないけども、自由に判断して、個人の判断でやっていくっていうのが僕はいいんじゃないかなと。ここは、ね、に日本という国で、別にあの、ね、どっかの独裁国とかではないので、で、また法律にも決まってないので、そこっていうのはね、まの、あ、ゆっくり、ゆっくりじゃないですね。しっかり考えて、えー、各個人がやっていくべきことかなと思っています。またね、法律で規制してしまうっていうのはちょっと暴論かなというふうに思っています。 はい。これがね、あのー、マスクをつけてないと、みんな死ぬみたいなものだったらね、話は別ですけども、まあ、そういうものでもないですよね。うん。まあ、マスクをつけてたらね、感染するときは感染しますからね。と <laughs> いうところは僕は思っています。はい。まあね、あのー、お前はどうしてるんだって言われると、僕は基本的には、あのー、さっき言った通り、TPO に合わせて、その、つけなきゃいけないとかつけるし、その、暑くてね、外でつけて歩いたりはしてないし、 なんだろうな、駅の近くに行ったり、その人の多いところですね、人の多いところに行けたらつけるし。っていう感じかな。うんです。まあ、ね、その場その場に合わせてっていう感じでやってます。その辺っていうのもね、ちょっとあの考えてやっていただければいいのかなというふうに思います。以上です。えちょっと今回はですね、あの、スペイン風邪の時って自粛とかマスクってどうなってたのっていうね、お話をね、させていただきました。ちょっとね、あの、 結構前からこれ温めていたんですけども、平塚さんがね、動画出すって言ってたので、まあ、あの、被る内容をね、あの上げるのもあれかなと思って、そっちを見ていただければいいかなと思ってたんですけれども、まあ、ね、今これも多分上げるどころじゃ多分ないので、上げる気があるかどうかもちょっとわかんないですけれども、まあね、あの、皆さんに知っていただきたいものでもあったので、ちょっと今回ね、あの、こちらであげさせていただくことにしました。平塚さんに話した時よりもさらに、 多く調べてね、あのー、情報は追記してますので、まあ、平塚さんが,が情報公開、あのー、僕とのね、話を公開すると、あのー、ちょっとこれよりも、あのー、もうちょっと、あのー、簡略化された話をしてますけれどもね。はい。以上です。えー、よろしければですね、チャンネル登録していってください。フリーレイドのいつからって過ごせる日まででした。